グランディアシリーズグランディア2グランディア2はゲームアーツが企画開発したコンピュータ RPG 作品グランディアシリーズの第2作2000年8月3日にセガによりドリームキャスト用ソフトとして発売されたキャラクターデザインはカノエ有志基本的なゲームシステムは前作グランディアを踏襲し魔法やアイテムの名称など一部の固有名詞にも 共通化が図られている。その一方で、本作は前作で描かれた世界とは全く接点のない新たな世界が舞台となっており、物語的にもつながりはない。また、前作の発売から3年以上が経過していることを踏まえて想定する対象年齢も引き上げられており、内容も格好良くクールな方向性が施行され、明るい冒険活劇であった前作とは、 対照的な作風となっている。本作では暗い過去を抱えた青年を主人公に据え序盤から光と闇の戦いを前面に押し出した物語が展開され、またボスキャラクターや後半のダンジョンもグロデスクな内蔵のモチーフが多用されている。前作に続いてプロデューサーとして参加した宮地武氏は本作について登場人物や 世界設定が同じだからとタイトルを襲名するような続編のあり方は寂しいことであるとする一方で作品に込めたテーマや表現したい内容にはグランディアシリーズ共通の要素が込められていると述べている一例を挙げれば草木などの自然の表現へのこだわりやその世界に生きる人々の生活感の表現より斬新なデザインを求め続けるフィールド表示の表現などは 本作においてはシリーズ共通の課題であると位置づけられている。前作における冒険活劇の作風を本作で路線転換したことについては、それ以外の舞台でもグランディアは面白いということを提示したかったためであるとしている。前作ではキャラクターと背景の描画に 2DCG と 3DCG を使い分け物語の要所に アニメのムービーを導入する演出が用いられたが、本作では 3DCG による表現を重視した演出やムービーが多用されている。キャラクターの描画には、ゲーム用の 3DCG モデルには、等身の低いデフォルメキャラクターのモデルが、ムービーでは、現実的な等身のモデルが用いられている。本作のシナリオ原案には、漫画家の長谷川雄一と、 シナリオ工房月光の十馬隆が参加している。思うまがウルトラマン第一作の最終回でウルトラマン敗北し、ウルトラマンを倒したゼットンが神として崇められているような世界というモチーフの設定を長谷川に持ちかけ、長谷川が原案となる設定やシナリオの骨格を作った。長谷川のシナリオは原案からかなり改変されたとされるが、 長谷川が提案した Z のパーツを集めていくといった基本的なプロットはそのまま採用されたという。2002年2月21日にはエニックスよりプレイステーション2版が発売。2015年8月24日には原作発売15周年として PC 版がグランディア a 2アニバーサリーエディションのタイトルで発売された。2020年には Nintendo s 1が前作。 グランディアとのセットで、グランディア HD コレクションのタイトルで発売され、ダウンロード専用ソフトとして配信された。禁止代でどんな危険な仕事でもこなす、ジオハウンドのリュードと相棒のスカイ。ある時返境のカーボ村の教会から依頼が入る。内容は、グラナス教の歌姫エレナに同行し、悪魔、バルマーを封印する儀式が無事に、取り行われるよう生き返りの護衛をすることだった。 ところが、儀式は失敗し、エレナはバルマーの翼に取り憑かれてしまう。リュードは、教会の神父からの懇願により、エレナに取り付いたバルマーを封印するため、彼女を護衛して、グラナス教の総本山、セントハイム報告まで送り届けてほしいという依頼を引き受ける。これは、世界中に散らばるバルマーのかけらが復活することを阻止するためにも必要な措置であるというが、 しかし旅の行く手には、古代において、光の神グラナスと闇の悪魔、バルマーが争った傷跡と伝えられる大地の亀裂、グラナクリフが交通の障害として横たわっていた。物語は、リュードの過去の因縁や、次第に、リュードに惹かれていくエレナと、エレナの体に同居するバルマーの翼の化身、ミレーニアとの三角関係といった出来事を交えつつ、展開していく。 やがてリュードは冒険の旅の過程で、同じようにバルマーとの因縁を持つ仲間たちを得て、バルマーの力に見入られた人々に立ち向かっていく。一人の主人公に対して二人のヒロインという構図が取られている。バルマーは翼、舌、目、爪、角、体、心臓の七部くらいがある。バルマーのモチーフは、ウルトラマンに登場する怪獣、ゼットンとされる。 また空に浮かんでいるバルマーの月は、かつての神魔の戦いでバラバラになったバルマーの大部分が新しいバルマーを生み出す母体として残ったものである。古代のバルマーは巨大な黒い手のような姿をしていたが、ゼラによって神聖したバルマーはそれぞれ異常の異なる5つの首を持つ怪物の姿をしている。物語の世界は、光の神グラナスと闇の悪魔、バルマーが争った。 神魔の戦いの痕跡である無数の巨大な谷、グラナクリフに引き裂かれており、これが交通の障害となっている。伝説によれば、戦いはグラナスが勝利したとされ、グラナスを崇める宗教が広く、信者を集めている一方で、邪悪な存在とされるバルマーも滅びたわけではないとされ、いつか復活して、災いをもたらすと信じられている。実際、劇中において、 バルマーに寄生された登場人物たちの多くは欲望を暴走させ、醜い姿の怪物などに変貌している。変貌した人間は同様の存在であるミレーニアがバルマーを吸収することによって人間に戻すことが可能だが、その後遺症として精神を破壊され、廃人同然となってしまう。物語後半ではグラナスの正体が宇宙より飛来した。 未知のエネルギー生命体であり、祈りや信仰心を力や物質に変換する性質を持っていたことが明かされる。人間のように祈ることのできる生命体を探しており、頂上的な恩恵を授ける一方で人から意志をなくそうとしていたとされる。古代には、その思惑通りにグラナスを神であるかのように盲信し、やがて祈るだけの人間電池になり果てていく勢力と、 それに反発した抵抗勢力が存在していた。この抵抗勢力がグラナスを参考にして生み出したものがバルマーであり、人間が持つ欲望を暴走させて力に変える性質を持つ制御困難な生物兵器であったと説明される。神魔の戦いとはこの二つの勢力の争いのことであり、放射線上に広がるグラナクリフの中心に突き立てられた神の剣。 グラナサーベルも姿こそ巨大な剣のようだが実際には、刀剣の類ではなく、当時のグラナス軍によって作られた量産型の宇宙戦艦に該当するものとして描写されている。なおグラナスはこの戦いで完全に消滅したとされるが、バルマーもグラナスを原型とするため本質的には同じものであり、物語終盤において、バルマーの角からグラナスに限りなく近いものが復活している。 前作同様、フィールドは 3DCG を用いた斜め髪型からのトップビュー形式で描かれ、視点は左右に回転させることが可能。今作ではキャラクターの描画にも 3DCG が用いられている。フィールドでは移動以外の行動を能動的に行うことはできないが、フィールド上に点在するイベント発生アイコンに接触し、決定ボタンを押すことで剣を振って、 目の前の物品を破壊したり、崖をジャンプで飛び越えたり、はしごを登り降りしたりといった動作が自動的に発生する。移動中に敵シンボルと接触すると戦闘となるが、この最敵シンボルの後方や側面から接触すると敵を包囲し、先行を取った有利な状態から逆に敵に隊列の後方から接触されると不利な状態から戦闘が開始される。なお、 画面外にいる敵シンボルの接近は敵モンスターの鳴き声によって表現される。画面右上に表示されたコンパスはボタンの切り替えに応じて次のイベントが発生する場所、フィールドの出口、ショップや宿屋の位置などを指し示す。ストーリーの進行で次に何をすればよいのか迷った場合もコンパスの誘導に従って進めば次の目的地へたどり着くことが可能な設計と なっている。ただしコンパスが示すのは目的地の方角と大まかな直線距離のみであり、例えば迷路上に入り組み仕掛けが用意されているダンジョンにおいては目的地にたどり着くための経路を自力で見出さなければならない。戦闘では敵味方が入り乱れて行動し、プレイヤーは手番が回ってきた味方キャラクターの行動をメニューから選択することによって指示を出す。 基本的には、前作の戦闘システムを踏襲しており、敵と行動が競合することを避けたり狙って、妨害したりして、敵の手数を減らして、戦闘を有利に進める要素は、今作でも取り入れられている。今作では戦闘フィールドやキャラクターの描画にも 3DCG が導入され、カメラアングルが目まぐるしく変化するなど、前作よりも迫力ある演出が取り入れられている。 敵味方の行動順は画面右下の IP ゲージに直線上に並んだアイコンの順序で示されている。行動力の高いキャラクターのアイコンほど IP ゲージ上を早く進み、次の行動が選択できるようになるまでの時間が短い。プレイヤーがメニューから行動を選択している間はゲーム内時間が停止するが行動を選択してから実際に行動が 実行されるまでの間には時間が流れており、この間に他のキャラクターにも手番が回ることがあるため、複数の敵味方が同時に行動したり、行動の競合が発生したりする場合がある。通常攻撃には連続攻撃で敵を足止めしつつ、高いダメージを与えるコンボとモーションの出がか,かりは遅いものの競合した敵の行動を妨害し失敗させる効果のある。 クリティカルの2種類が存在するが、いずれも敵の位置まで移動して攻撃するモーションの最中にもゲーム内時間が流れているため、この間に競合が発生することがある。魔法や必殺技、アイテムは多種多様な効果を持つものが用意されているが、いずれも使用に際してはコマンドを選択してから行動が成立するまでの間に準備時間が存在しており、 この間に妨害効果のある攻撃を受けると発動に失敗するが準備時間が終了した瞬間にゲーム内時間が停止し行動が成立する。いずれの行動の場合も行動が終了したキャラクターは戦闘フィールド内のランダムな位置へと移動し次の行動まで待機となる。他には防御的な行動としてノーモーションで成立して木からのダメージを大幅に軽減する防御。 戦闘フィールド内の任意の位置に移動し、範囲攻撃などから逃れる、回避、準備時間を経て、戦闘から脱出する、闘争といった行動を選択することができる。プレイヤーがメニューから行動を選択している間は、敵が味方の誰を狙っているのかを確認することができるため、敵味方のどのような行動が競合するのかを判断し、妨害や防御といった対応を考えることができる。 また、本作には、オートバトルも用意されており、メンバーの一部、または、全員の行動を任意で AI に任せることができる。AI には、防御や回復に専念させたり、MP や SP の消費を行わない通常、攻撃のみで戦わせたりといった、大まかな指針を一覧から選んで指定することが、可能である。 キャラクターの成長のうち、能力値の成長や強化はごくオーソドックスな RPG の形式を踏襲しており、戦闘で得られる経験値を貯めることによる自動的なレベルアップや入手したり購入した武器、防具、アクセサリー等を装備することによって行われる。一方、魔法、必殺技、スキルの習得と成長は、プレイヤーの個性を反映できるようにという意図から、 前作から大きく変更されており、戦闘で得られる特技ポイント及び魔術ポイントを必殺技、マナエック、スキルブックに対して能動的に割り振ることによって行われる形式となっている。特技ポイントと魔術ポイントはパーティ全体で共有されるため、特定個人の必殺技や魔法、スキルだけを重点的に成長させるようなことも可能である。歌姫であるエレナの劇中華や、 ゲーム中の重要な場面およびエンディングで使用される曲。いずれも神秘的な異国の言葉に聞こえるような効果を意図してポルトガル語の歌詞が使用されている。なお、エーデウスは神を称える歌。カンサオ・ドゥ・ポボは人々を称える歌となっている。ドリームキャスト版の初回限定版にはグランディア・ツ・メロディアと題した CD ブックが付属する。ブックレットにはキャラクターの表情集。 3D モデルのアクションを指定するためのコンテ、マップの美術設定などの一部を収録した数ページの設定資料集と挿入歌に関する作詞者、作曲者コメント及びポルトガル語歌詞とその日本語訳が収録されている。CD には挿入歌、エーデウス、カンサオドゥポボを大胆にアレンジしたダンスリミックス版に加えグランディアデジタルミュージアムの ラジオドラマ版で使用された楽曲が収録されている。全7曲。2002年2月に発売された、プレイステーション2版では、ムービーシーンが大幅に書き直され、新規シーンが追加されている。プレイステーション2版の発売と時を同じくする2002年1月には、グランディアシリーズの外伝的作品である、グランディアエクストリームが発売されており、ゲームシステムも、 共通点が多い内容となっている。2014年11月19日には、PlayStation3 のゲームアーカイブスにて配信が開始された。2015年4月に、米、元宝が実施したアンケートにて、PC 版のリリースが最も望まれているタイトルとして選出。8月に、PC 向けリマスター版の発売を発表した。原作発売15周年を記念し、 タイトルをグランディア2アニバーサリーエディションと解題し、ダウンロード配信プラットフォームスティームやゴグドットコムで販売されている。グラフィックは最大 4K 解像度に対応し、戦闘シーンも 60fps に変更され、他にも細かな調整が行われている。さらに高難易度のハードモードも追加されている。また、DC 版のセーブデータをそのまま使用できる。 日本語音声も収録しているが、メッセージや UI はすべて英語になっている。2019年10月16日には、下記任天堂スイッチ Switch 版発売に伴い、グランディア 2HD リマスターに開体された。日本語、フランス語、ドイツ語が追加。アニバーサリーエディション所有者は、無料でアップデートされた。2020年3月25日には、 国内スイッチ版配信と同時に日本語字幕が追加された。2019年8月16日に北米、欧州にて上記 PC 版をもとに初代とのセットで発売。言語は英語、日本語に加えフランス語、ドイツ語をサポートする。日本語版は2020年3月25日に韓国語版は2021年10月1日それぞれ配信開始した。 ドリームキャスト版と同時に出版された攻略本が、後に、プレイステーション2版の発売に合わせて改訂版として出版されている。ノベライズ作品が、電撃文庫、および、ファミ通文庫から発売されている。電撃文庫 E の文彦、カノエ有志、メディアワークス、電撃文庫、上下巻。ファミ通文庫上門やよい、カノエゆうエンターブレイン、ファミ通文庫、 全一冊、アンソロジーコミックが発売されている。サウンドトラックアルバムが2枚に分けて発売されている。ありがとうございます。